どうも、ヤトです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。ただいまの達成率が 7.7% ということでですね、今日も楽しく商業実況やっていこうと思っておりますので、ぜひぜひ応援してください。さあ、お相手、どんな方でしょうかと思ったら、なぜ対局無効に。さあ、お相手どんな方でしょうか。お前が5手だ、はい、お相手2段の方ですね。隣竜がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、こちら5手番ですね。金上がっておいて、銀上がって、おっとついてくる。しっかり対応しておきましょう。しっかり対応させていただいて、さあ、飛車はこの位置、ちょっと咎められたら咎めたい、そんな気分でございますが、ちょっと銀が出てくるの気になるな。ちょっとこれ王様もよ、あ、王様じゃない、金寄っちゃうか。寄っちゃって、桂馬も跳ねてくる。これ銀上がる？銀上がって、角の頭は弱点のはずなんで、まあ、ついていきたいっすよね、これはね。まあ、とりあえず問答無用でついていきたい流れなんですが、まあ、これで、一回、はい、これ歩打っておいて、で、これで、あ、やべえ、これマジミスったか。ちょっと待って。一瞬ミスってる。ワンチャンミスってる気がする。こういくか。こういっとこう。はい。これで金で取ってきたら、竜舐めるんでっていう話かなと思ったんですけど、許してもらえない？これ王手金取りだから、これ結構きついよね。王手金取り、これ金取らせてもらって問題なし。銀、これは問題ないでしょう。ズバリ。ズバリ問題ないはずなので、あとはここからどう詰ましていくかという話になってくるってことなんだけど、まずはここに銀か。はい。で、なんかこの辺に歩とか打っといて、はい、これで角ゲット。これ桂馬でいい？桂馬じゃダメだった。桂馬じゃダメでした。これと金作って寄っていって、はい、これで桂馬打たれるけど、一回王手していって、はい、これで、なんかどうにかならんのかな、これで。詰ましに行けるみたいな形にならないんですかね。ならないものですかね。はい、これで銀とか打っちゃってみて、で、これ桂馬回収するっていう手もあるよね。お、それは、なんか、怪しいぞ。いやー、これはどうでしょう。これはどうなんでしょう。一回桂馬跳ねていって、はい、これでこれ多分ね問題ないと思うんだよね。竜が飛車が入ってきたところで問題ないと思うんだよね。さあ、これが詰めろというか必死じゃないでしょうかと私は言いたい。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。王道。はい、ありがとうございます。というわけで、無事にね、勝利できてよかったんじゃないかなと思いつつ、達成率も若干上がったんじゃないでしょうか。あと2試合、かっちりね、勝ってきた4勝2敗、あ、間違えた、2勝4敗ですね。ちょっと負け越してるんで相性も悪いんだと思うんですけど、ちょっとですね、勝率追いついていきたいなという、そんな、ところでございます。
さあ、なんだ、右四間飛車か。右四間飛車なのか。右四間飛車っぽいですけどね、今のところ。はい、まあこれでこの歩ついていって、はい、飛車で来る、角で来る、でこれ角頭が一応弱点になるはずなんで、まあ、角頭攻めていきましょうと。これは一回ね、銀しっかり打っておいて、さあ時間はトントン、時間はトントンですが、角が立てるな、こっちに引いていくのかな、ですよね。はい、これで一歩交換しておいて、これどう対応すればいいんだっけ。ここの歩打ちが、問題になるから、これ金上がっとけばいいんでしたっけ。違うな、これ違うわ、全然違った。金上がっとけばいいんでしたっけじゃないんだよな。普通に角なってこれるから、はい、だるい展開です。右四間飛車これだから嫌なんだよ、右四間飛車っていう、ほんとそのままの展開になってきちゃってますね。あ、やばい、飛車取られるし、くっそ、間違えたミスったやべ、くっそだべ、だだ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 だるい。いやー、これはまずいですね、まずいですね、これね。いやー、これはないわ、限りなく終わりに近い。せっかくな、さっき2段に勝ったのにな、それが綺麗におじゃんになろうとしてますね。さあ時間も負けてるし、何かスーパーな一手を放っていかないと厳しいことになりそうですね。時間で潰せる時間じゃないんだよな。これはでも2枚買いだから悪くないでしょ。これは2枚買いでありがたい、非常にありがたい、これはありがたいっすね。これはね、逃げますね。はい、これでここに歩打っておいて、これで銀が、おっと、竜す、飛車捨ててくる。これ逆転風味になったんじゃないの。1分30秒。あー間違えたあー違う、82に打ちたかったあれ、なんか間違ってる、相手もあれ、これ相手間違ってくれてない、なんかいや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 、強者で取れよ何今の謎の攻防が謎の攻防が繰り広げられましたねあー、びっくりした、ちょっと涙出そう。どうするこれ、とりあえず、やばいやばい、本当にびっくりした。1分、びっくりしすぎて、終わるとこでしたね、いろんな意味で。あー、これまずいな、どうすればいいんだろうな。はい、これで一
回この辺に銀打っておいて、はい、これで一回引いといて、ここ桂馬打てるぞ。桂馬打てるので、ここに桂馬打ちます。ふんどしの桂。ふんどしの桂。はい。はい、これで、この辺香車打っておけば、まあ、これは問題ないでしょう、基本的に。基本的に問題ないので、これで。あとは、時間が経つのを待つのみ。という気はしています。はいはい、これで逃げてミッションコンプリートですね。はい、大さんありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。大さんありがとうございました。頑張ったな。やばいやばい、飛車打ちをかましていった。はい、ありがとうございました。でも相手なんで、なんであの対応になった相手。さあ、今日あと1試合やっていきたいと思います。お前が見てた、お相手2段の方ですね。パックマン戦法がお得の方ということでやっていきたいと思います。さあ、こちら後手番ですね。さあ今日も、あ、パックマンだ。今日も今日楽しく商業実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。おっと、これ歩ついていいの。はい、引いて、これどうしよう。王様寄って、これなんだこの歩、桂馬跳ねてこようっていう魂胆、どういう魂胆これ。とりあえずこの歩がタダ取りできるんだよな。歩タダ取りさせてもらいましょうか。はい、これは歩がタダでした。相手歩切れだしね、これ守りにくいね。お相手は、お相手は相当守りにくいでしょう。はい、ここに歩打っちゃって、金打っちゃう。まあ、ここのね、飛車のあれは気になりますけど、でも相手相変わらず歩がないんで、守りにくいと言ったらありゃしないみたいな感じだと思うんだよね。2分30秒。一回と金だけ作っとくか。はい、これで角もらっておいて、この歩突きでしょ。なんだろうな、ここに歩打つっていうなんか罠を仕掛けていけないか。まあ、ここに歩打つか。シンプルに、シンプルに歩を打ちます。走る走る走る俺たち、流れる汗もそのままに、やがてたどりだろう。これ竜作られちゃう。これは不利だな。圧倒的に劣勢になってしまった。劣勢中の、なんであんなにもう小勢でしょうっていうレベルだったのに、あっという間に劣勢になっちゃいましたね。なんでこんなことが、あーっていうかこの金取れたじゃん今。この金取れたんだけど、金が取れましたよ今。金が取れたよ。1分30秒。金が取れました今。
いやー、これ厳しいか、終わってるのか、終わっているのか、これは。これは終わっているのでしょうか、どうなのでしょうか。一応この金の要塞ができてるから、この金の要塞は、まあ、若干この銀も浮いてるしね。銀取るで銀打たれて香車もらっておいて、桂馬取りに行けっていう。さあこれでこの桂馬を取り行くぞ。桂馬取れればかなりいいだろう。それはそれはこうか。この金なら咎められないかなと思ったら、はい、これでどうにかいけてるんじゃないの。いけてるんじゃないですか、これで。はい、これで馬でじりじり寄ってけば、そうでしょう。30秒。うわ、怖え怖え。20秒。だよねだよね、そうだよね、そうやってきますよね。これで桂馬打って、はい、この時にここに角打てるんですよ。ここに角打って、必死、竜を抜けるから、はい、これで勝ちですね。対戦ありがとうございました。いや、マジで危なかった。はい、というわけで、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、というわけでですね、2段と参戦して3連勝と、非常に素晴らしい結果を、打ち出すことができました。達成率 10% 乗ったんじゃない？いやー、 10% ぴったり10% ぴったりでございますよ。ありがとうございます。いやー、これは来たね。久しぶりに気持ちいい勝利をすることができたんじゃないかなというふうに思います。まあ、よろしければですね、チャンネル登録高評価の方、どしどしよろしくお願いいたします。それでは、お相手は私ヤードでございました。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。